どうも、トイスです。今回もフォールアウト3やっていきたいと思います。なんでしゃがんで息を潜めているかというとですね、あちら、フォールアウト3の雑魚の中では、いつかヌカランチャでやっつけたあのスーパーミュータントのでかいやつ、あいつに次ぐ危険性を持ってるデスクロー先生がですね、なんと2体もいるんですね。こっちの方面とそっちの方面に1人歩いていきました。ちょっと見つかると厄介なんで、今回の目的こちらボルト92、こちらの方に行きたいと思います。で、ロックイットランチャーの弾なんですけど、ちょっとスーパーウルトラマーケットに行って、まあ売ってもいいんだけど比較的そんなに役に立たないものを大量に拾ってきまして、151発分入っております。まあこれで乗り切れるんじゃないかなと。狭いところなんでショットガンとまではいかなくても、まあこのロックイットランチャーがあればある程度カバーできるんじゃないかなというので、もし敵が出てきたらこれを使っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。と思ったらいきなり弾が落ちてたぜっていう。まあブリキ缶とかは十分あるし、曲がったブリキ缶なんて本当に売る以外に使い道がないので、まあ今のうち拾っていきましょうか。こういうのも弾になるんでね。まああと問題はあれですね、ボルト92にすんなり入れるかどうかですね。これは箱何も入ってないと。敵反応的なものは今のところなさそうではあるんですが、妙にブリキ缶とかが多いですね。何も入ってないと。まあ一応洞窟になってるから雨風しのぐためにボルトの扉は開かないにしても目の前で過ごした人がいるってことなのかな。お、蒸気圧力系の部品は今欲しいんだけどな。欲しいんだけど、そっか。ちなみにロックイットランチャーに入ってるガラクタの分もちゃんと重さには反映されてますので、ちょっとその辺は難しいとこですね。いっかな、ショットグラスは。まあ持ち物を減らすためにもどんどん、うわー、リーフブロワーも欲しいんだよな。くっそー、いきなりこんな、まさか持ち物で圧迫されるとは思わなかった。ミルクボトルを捨てちゃおう。で、どうやら扉は開いてるようですね。はて、何者かに侵入されたのか、それとも。ああ、エナジーセルは拾えるな。ちょっとピストルとかはまた後で。スキムパックは拾える。これも帰りかな。よし、じゃあ行きましょうか。多分この様子だと中の住人もただでは済んでないでしょうし。なんだこれ、コンタクターね。あー、なんか拾いたいものがたくさんある。お、マリウス教授の音声ログ、ちょっとこれはいつか聞きましょう、忘れてなければ。割と音声ログ聞いてないですよね。父からのメモもまだ聞いてなかった気がする。明るくしてこれか。ちょっと暗いですね。こっち側は棚で塞がってて、反対側には行けない。じゃあ進みましょう。なんだ？なんか音がするんですが。おっつ。ほう。なるほど、フロートフライ。ああ、でもなんか、威力的に、2発ぐらいでいけそうだな。へい。なめんなよ。まあ、こういう感じで、ミルクボトルはまあ、いつでも回収できるんですけど、ほう、地雷。ってことは、まだ中に抵抗勢力か何かがいるってことかな。まあ、これ以上ガラクタを拾う必要はないので、いいか。じゃあ今のうちに
手持ちのガラクタをもう全部突っ込んじゃって、リーフフロアは使うから。この状態でいきましょう。さっき地雷を見たっていうのに無警戒で行くのはちょっと厳しいですね。もうないな。なんかいる。ああ、またプロトフライか。2体いる。あ、バレた。当たらないな。OK。かなり近距離武器になっちゃってますけど、まあいいでしょう。いて、地味に食らうね。はい。まあフロートフライぐらいだったら別にバッツをどんどん使っていっても問題はないでしょう。あと弾とはいえどうせガラクタですからね。最悪後でまとめて拾いに来て、で売り払うなんてこともできますので、その辺は遠慮なく、出し惜しみなしで打っていきたいなと思います。ガラクタがたくさんあるな。ロックイットランチャーの弾が切れたら、ここに補充しに来るのもありですね。にしても。特に、めぼしいものはないな。原子露出か。で、まあ、とりあえずこのエリアの探索からなんですが、こっちは、先に行けるよね。クリニック、カフェテリア、だったところってね。こっちは居住区。居住区の方がありそうですよね、ストラディバリウス。どうしよっかな。まあちょっと探索もしたいから、原子露室かな。確かここまで一本道ですよね。あ、こっちもあるか。ショットガントラップですね。これは解除しとこう。はい、解除。はい、解除。でも重くて歩けないのでは。意外とそうでもないか。骨か。この様子だと本格的に生き残りはいなさそうですね。ん？フィードバックループ。これは今回のボルト92に関係ある資料なんでしょうか？これか。いいか、こいつを読んだら消去するんだ。イントラボルトメールに記録が残るのはまずい。コントロールパネルはハッキングできるか？できるならノイズフラッシュ機能を使ってクレイジーどもを脅かしてやれ。私もその手でこの2日間生き延びてきたが、奴らに感づかれつつある。覚悟を決めてボルトの扉を試してみるしかない。それが最後のチャンスだと。何のことでしょうね。一応今回の関係あるやつは、あのボルトテック本社で見つけたボルトの情報と、あとはここで拾った、これか、マレウス教授の音声ログですか。ちょっと聞こえるかどうかわかりませんけど、一応聞いていきましょう。これまでのところ、実験は計画通りに進行している。スピーカーで住民に一定間隔で超低周波のホワイトノイズを聞かせている。防音の録音スタジオと音楽家を利用したのは素晴らしいアイデアだった。ボルトテック選別委員会のコーチは称賛に値する。住民に一定間隔で超低周波ノイズを聞かせていた。フィードバックループ。ノイズフラッシュ機能。なんでしょう。音を使った洗脳的なものをやってたってことなのか？
まあ何にせよボルトテック社もそんなにクリーンなグループではなさそうだっていうのはわかりますし、そういうところなのかなと思うんですが。この向こうには敵が密集してるけど、誰が出てくる？ノーマルか。まあノーマルだったら一発。よし、行くか。上にもいるんだ。まあとりあえず一人行って、上から攻撃してくる。うわ、来たね。いらっしゃい。うわ、すんげえ飛ばしてきてるけど、行って当たんのかよ。遠距離すぎて当たんないかな。あ、いやだった。ちょっと上を狙うのがいいみたいですね。うん、ここにもしたい。サウンドテスト、真相に近づきそうですけど。おっと、なんかいるな。オッケー、一発で当たると気持ちいいですね。あと今更ですけど、やっぱ強いですね、ロックイットランチャー。今思えば攻撃力も29とハンティングライフルより10も高いですからね。で、弾がガラクタなので遠慮せずに撃ちまくれるというところはいいとこですね。広いなぁ。これはボルト101と同じくらいの広さがあるんじゃないでしょうかね。はい、2回。ただ、問題があるとすれば、めぼしいものがない。おもちゃの車は欲しいな。取ってから言いましたけど。こっちはなんだ？はて。ここはまあ、一つの部屋ってことですかね。まあ、フロートフライはいいとして。うん。こっちは監督官オフィス。まあ、この状態じゃ監督官も逃げ出したか、死んでるかどっちかでしょうけどね。お、お、弾薬庫かな。なんかいろいろある。ちょっと右ぐらいかな。違うか。どこだ？この辺か。うわぁ。入り口でヘアピン手に入れたのに。もったいねえな。オッケー。思いっきり右でしたね。で、落ちてるけど、マイクロフュージョンセルにエナジーセルは今は拾えるけど。もうちょっとガラクタが減らないとこれは拾えないかな。あ、でも逆に考えよう。ガラクタがたくさん落ちてるからそんなに、なんて言うんです？そんなに、ガラクタを保持することに神経質になる必要はないかな。というわけで、捨てちゃおう。で、必要なものは拾っていこう。おわ！レーザーピストルかと思ったら10ミリサブマシンガン。で、ペイントガン。金属の箱はカラー。バケツはカラー。皿はいらないな。油くしをクリーナーとかも今はいいかな。これは？スーツか。一応もらっとこう。蒸気圧力系の部品は欲しい。車はいいかな。比較的あるし。サプライショップ。ここは店か。あ、ゴミの街の商人、ん？ゴミの街のバカな商人の話。10ミリ弾、エナジーセル。あ、タバコ。タバコは売り物にちょうどいい。特にないな。じゃあちょっとサプライショップ、これ、ハッキングしましょう。うん。メールがある。あ、
金庫があるのね。あ、でもロックピックやってもよかったな。まあいいや。これは上から順番でいいのかな。ボルト92監督官リチャード・ルビン、ゴーディ・サムナーから。ヘッドフォンと個人向けオーディオ機器の在庫を居住者に開放する許可を要請するのはこれで5度目だぞ。居住者はスタジオでしか自分の好きな音楽を聴けないなんて不公平じゃないか。彼らが自分のベッドでリラックスしながら音楽を楽しめるような装置なら山ほど在庫がある。何か隠された事情があるのなら教えてくれ。全居住者へ。ゴーディ・サムナから。この度、ボルト売店でイチゴプリンの売り出しを開始した。価格は10ワーククレジット。限定品のため、急がないと完売は必至だ。ダン・コバジェスキーからゴーディ・サムナまで。メールを読んだが、どうやら取引成立だな。話し合いで決めた武器と交換に、君がリストアップしたものをすべて与えよう。このボルトの状況はさらに悪化している。住人の約半数が正気を失った。だから準備をしとかないとな。銃は金庫にしまっておくから心配ない。そこから足がついて君の部署が疑われることはないはず。ん？ダン・コバジェスキっていうのが誰だろう。で、監督官が主導して、まあ、住民に音楽を聴かせないことで一定間隔でホワイトノイズを聴かせ続けることで、住民の正気を失わせていた？何をしてたんでしょうね。わぁ、やたら充実してる。汚れた水はともかくとして、スティムパック。レーザーピストルと10ミリピストルと、あとは各種弾。って感じ。まあ、いいんだけど、まあいちごプリンはあったとしても腐ってるだろうな。残念。いちごプリン美味しいんだけどね。んーで、ここはただの部屋か。だよね。監督官オフィスか。うん、じゃあ監督官オフィス、監督官が何をしようとしていたのかちょっと見てみましょうか。あら、扉が壊れてるな。なんか挟まってるな。開かないか。ベリーイージー。じゃあ開けるか。初期位置だったわ。さて、これといって誰もいないみたいだけど、バリケードが組まれてるってことは多少なりとも抵抗はしたんでしょうね。さあ、あとは誰かいるか。生存反応は今のところ見当たらないんですが。ロッカーは空。で、ベッドはあるけど、まあ一応寝れるか。酒。で、こっちは？こっちは、また別の部屋か。から、お、リコンアーマーですね。ちょっと重いな。まあでも拾えるか。コンダクター、こういうの拾っていきたいんだけどな。さすがにこれ以上弾を失うわけには。まあ後で拾いに行きましょう、裏作業で。こっちの部屋もベッド。なんか、随分と、人が多いというか、お、音声ログだ。この教授もいまいち何なのかよくわからないですけど、聞いていきましょうか。最新のデータに少々元気づけられている。被験者の 33% が時折トランス状態に陥っているようだ。この状態の時に、被験者に暗示と洗脳を施せることをほぼ確信している。耳を描いたり髪を直すといった何気ない仕草を影響下にある被験者にすり込んで成果を測定し始めている。現時点ではこの洗脳技術の成功率が 100% だと報告できることに満足を覚えている。
ああ、音による洗脳というものをこのボルトはやっていたみたいですね。そのマレウス教授という人が主導で。はて、ここがあれかな、メインオフィスに続く道かなみたいですね。これはボルト101の方と変わらないかな。お、伏せろだ。で、戦前の本。いいね。リチャード・ルビンのターミナル。リチャード・ルビンってあれか、あの監督官ですね。ショットガンシェル、ショットガンシェル。ああ、32口径と 5.56 ミリ。いいね。これはあれか？お？ステルスボーイ。あら、重いか。特に隠し通路的なものもないのかな。ちょっと重いと言われたから、どうしよう。あ、でもこれ読めるか。うん、これで開いた。で、また音声ログ。聞いていきましょうか。今日は大惨事が発生した。被験者V920717 が住民3名を観察例のない抑制不能な怒りの発作に任せて殺害した。保安部隊が23発発砲してようやく被験者を制圧した。被験者に暴力や精神不安定の前歴は全くない。心配なのはこの被験者が洗脳を受けた中でも最高の成功例で、トランス時に複雑な指示も実行できていたことだ。大惨事。まあ、あの、洗脳実験の失敗ってことですよね。で、しかもその、音による洗脳に一番適応してるはずの被験者が、謎の暴走。なんでしょう。洗脳されたふりをしていて、意外と狙いすまして反抗したのか。わからないとこですが。鍵かかってないんだ。これも若い方から読んでいけばいいのかな。個人エントリー、指示通りホワイトノイズ放送機器をサウンドブースから再ルート化してボルトのスピーカーシステムに直接接続した。これでボルトテック極秘計画 WNMSCE ホワイトノイズ精神的暗示戦闘実験が実行できる。実際の作業は3名からなるマレウス教授のチームに一任してある。近いうちに具体的な結果が得られるだろう。またエンジニアに頼んで、指令センターと各所のセキュリティコンソールの両方から WN を起動できるよう手配しておいた。コンソールのパスワードは UIY2249 だ。WN はホワイトノイズ。精神的暗示戦闘実験。戦闘実験？兵士か何か作り出そうとしてたってことか？実験の結果は期待以上だ。被験者に植え付けられた戦闘暗示は極めて強力かつ持続的で実に素晴らしい。想像してほしい。上官の命令に絶対に背かない兵たちが弾丸を20発以上食らいながら戦い続ける姿。洗脳、ホワイトノイズによる洗脳ってそこまで深く洗脳されるの？ああ、で、これがさっきの事件の後か。実験は失敗だとマレウスが言っている。確かに数名の死者が出ている。一歩下がったら二歩進めばいい。ボルトの者たちがクレイジーと呼んでいる連中を制圧するのはたやすい。彼らの暗示の中にあるコマンドを組み込んでおいた。正気は数値では測れないというだけで、彼らはその場でピタッと動きを止める。警備の者にはこのコマンドを伝えたが、誰にも聞かれてないことを確認して使うようにと念を押した。うん。まあ、いざという時の保険は必要だけど。で、その後は？
例のコマンドがクレイジーたちに効かなくなっている。何が起きたのかわからない。とにかく事態は収拾がつかなくなりつつある。すぐに手を打たないと恐ろしい暴動に発展する。マレウスは住民たちを先導して決起させている。残念ながらボルトテック社が私に与えた権限を行使し、マレウスを始末するしかない惜しい人材だが。ん？マレウスはこの計画を裏切ったのか？どうやらボルトテック社がまあ自分に忠実な強靭な兵士を作り出すためにこのボルトに住んでる人たちを洗脳してたっていうのは分かったんですけど、その後だよな。ちょっとロックイットランチャー構えてると機械音がうるさいんでしまいますね。今更ですが。うん。まあ、とはいっても、ボルトも、大概まともじゃないな。視聴者様の中で、フォールアウト4を見た方って、どれだけいらっしゃるのかわかりませんけど。フォールアウト4の冒頭あたりでも、割かし、そのボルトっていうところがまともな、ただのシェルターじゃないっていうことがわかる描写がありますからね。まだ見てない方は、まあこれからやるにしても、他の方の実況を見るにしても、ちょっとそのあたりも、意識しながら見ると楽しいのではないでしょうか。さてと、ここは、クリニック、かな？ロッカーになんか入ってるぞ。コンバットヘルメット。うん。これで、一周したか？ああ。どういう状況で死んだんだか。でも洗脳実験に失敗して制御不能になったのがクレイジーだとするなら、問題は、その後なんでここまで荒廃してしまったかってことですよね。戻ってきた。で、居住区はちょっとつながりがあるみたいなんで、どうしようかな。居住区の方に行こうか、それとも、核の方に行こうか。ま、どちらにしろ、それはまた次回となりますかね。原子炉室から回ってみましょうか。はい。では今回はここまでとさせていただきます。次回は引き続き、ボルト92の中探索していきたいと思います。どういう実験がされてたんでしょうか。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。